次は国立妙高青少年自然の家からのお知らせです。国立妙高青少年自然の家からイベントや授業のご案内をします。今回は1月中旬に開催する妙高活動プログラム体験会お試しプランについてのご案内をします。この授業は実際に自然の家の活動プログラムを体験する機会として年間に4回実施しており、今回は4回目になります。日程は1月15日に鎌倉雪像作りや雪灯籠作り、1月16日にはスノーシューハイキングやそり遊びを行います。日帰り参加、宿泊参加のどちらも可能となっています。対象は体験活動に興味のある方、今後実際に自然の家を利用する引率の先生方、自然の家の冬の活動プログラムに興味のある方のほか、ご家族での参加も歓迎いたします。以前参加されたことがある方も参加可能です。また興味のある活動だけを選んで参加することもできます。参加費は無料ですが、宿泊・お食事をされる方は別途料金がかかります。冬の活動のポイントや安全管理など自然の家の職員が講師となりきめ細かくお伝えします。実際に体験したことは体で覚え忘れることはありません。この機会に活動の幅を広げてみませんか？皆様の参加をお待ちしています。内容、申し込み方法などについては、自然の家のホームページに掲載していますので、ご覧ください。続いて、利用者の皆様に新型インフルエンザに関するお知らせをいたします。新型インフルエンザの感染拡大が報じられていますが、自然の家では通常通り、未利用者の受け入れを行っております。正しい情報に基づいた冷静な対応をお願いするとともに、自然の家では利用者の皆様の安全と健康を第一に考え対策を行っておりますので、新型インフルエンザ感染防止対策の実施にご協力をお願いします。最後に、私たち自然の家では妙高の自然の中で様々な体験活動を通して親と子の触れ合いをたくさん持っていただきたいという願いから、お子さんがいるご家族でのご利用をお待ちしております。また企業の皆様も社員研修等でのご利用が可能です。実際に自然体験活動を含めた1泊2日の日程で毎年ご利用いただいている企業様もおられます。ぜひご検討ください。詳細は国立妙高青少年自然の家、電話 82-4321 までお問い合わせください。皆様のご利用をお待ちしております。続いて、受け継ぎ育もう妙高市民の心です。ワクワクランドアライのクラブ活動やイベントなどで子どもたちを指導し成長を見守る協力指導員の皆さんを紹介します。子どもたちの学習施設、ワクワクランドアライ。休日にはさまざまなクラブが開かれ、多くの子どもたちが集います。施設には協力指導員というボランティアがいて、子どもたちの指導にあたるなど、クラブやイベントを支えています。施設がオープンして11年、指導員は常に50人以上いらっしゃいます。佐藤久美子さんもその一人です。佐藤さんは現在フエルトクラブの講師を務めています。フエルトクラブは身近な素材を利用して手芸などを楽しむものです。クリスマスカードを
かたどってもらいたいと思いますので、各テーブルの方にいろいろな紙がね、色の紙がありますので、それを仲良く分けながらみんなで、ね、この日はクリスマスカード作りに挑戦していました。はい。で子供と関わってると楽しいですよね。とにかく普段の仕事とはまた全く違う空間がありまして、いろいろなものを吸収できます。子供さんの感性ってもう大変広くて素晴らしいものがありますので、協力している私たちも驚く部分がたくさんあります。よく教えてくれます。そして深石昌司さんも指導員の一人です。深石さんは7年にわたり冒険活動などを指導してきました。この日は子どもたちと手作りのクリスマスゲームを楽しんでいました。やったー。まあ私今子供はほら大きくなっちゃって遊ぶ子供との対話がないもんで、そういうことで一応こういうところに活動したいと思ってやってきたんですね。まあ子供たちとなんていうか輪を広めていきたいとかね。で最近の子供たちっていうのは割合になんか大人と遊ぶとかそういうことがとか、それから年寄り子との対話がないので、まあ、そういうのを広めたいと思っています。今までの人生経験だとか、それからいろんな体験をされた方々の技術だとか能力などを子どもたちに少しずつ伝授するということが、あとは人間関係においてもただ技術だけじゃなくて一つ一つの関わりだとか、そういうこと方々のいろんなその力を借りるということが地域の協力を高めることになるんだと私は受け止めています。このように今日も施設では大勢の地域住民が子どもたちを育んでいます。指導員の方の笑顔印象的でしたね。子どもたちもとても楽しそうでした。次は食水さんのあっぱれクッキングです。